目黒蓮、今回の海の始まり騒動に親友松田元太がついに言及。2人の仲良しすぎるエピソードや海の始まり特別ムービーに涙が止まらない。こんにちは、スコープ芸能です。目黒蓮主演のフジテレビ系月9ドラマ海の始まりとバックナンバーによる主題歌新しい恋人たちにがコラボしたスペシャルムービーが完成しました。 YouTube で公開されたこの動画を皆さんはご覧になりましたか？海の始まりは28歳の主人公目黒さんが扮する月岡夏がある日突然血のつながった娘の存在を知ったことから物語が展開していくといった物語です。このスペシャルムービーでは新しい恋人たちにに乗せてドラマの名シーンが映し出されていきます。海の始まりプロデューサーの村瀬健さんがプロデュースを担い、テレビ CM、ウェブ広告、ミュージックビデオの映像編集を数多く手掛ける対馬貴信さんがディレクションを行いました。村瀬さんはバックナンバーが作ってくださった最高の主題歌とこのドラマの監督たち、そしてスタッフ、キャスト全員で紡いできたドラマの名場面とのコラボレーション、じっくりゆっくり何度でもご覧いただけたら嬉しいですとコメントしました。なお目黒さん、バックナンバーの清水依里さん、村瀬さんが出演したフジテレビ系僕らの時代が9月8日と15日の2週にわたってフジテレビ系でオンエアされます。海の始まりは毎週月曜21時から放送中。以下村瀬健さんのコメントです。このドラマを見てくださっている方は海の始まりにとって新しい恋人たちにがどれほど大切な存在かをよくご存知だと思います。きっと皆さんこの曲が流れ出した瞬間うっとなってくださっていると思いますし、なんならこの曲が流れ出す瞬間を待ちながらドラマを見ている方も多いのではないでしょうか。この最高の主題歌にドラマ本編の映像を載せたスペシャルムービーを作りたいとこの曲を作っている時からずっと思っていました。その夢がついに叶いました。完成したのはものすごくクオリティの高い思い出ビデオです。このドラマの名シーンがこれでもかと集められており、しかもそれが歌詞と見事にリンクしているので、この映像を見ただけでも泣ける作品に仕上がったと思っています。特に僕がこの曲の中で一番好きな歌詞のところに一番の思いを込めて編集させていただきました。このドラマを見てくださっている方もそうでない方もきっとその部分でうっとなるんじゃないかと思います。バックナンバーが作ってくださった最高の主題歌とこのドラマの監督たち、そしてスタッフ、キャスト全員で紡いできたドラマの名場面とのコラボレーション、じっくりゆっくり何度でもご覧いただけたら嬉しいですとのことです。このミュージックビデオを見れば物語の内容がより鮮明になるのではないのでしょうか。海の始まりの第9話が9月2日放送されました。同話で百瀬弥生が夏に月岡くんと2人でいたかったと本音を伝えたシーンや駅のホームでの別れのシーンに注目が集まりました。夏の家を訪れた弥生は夏の娘の海と3人でいることについて、最初は居心地よかった、3人でいて楽しいし、なりたかった母親にもなれる、3人でいて何の不満もなかったと振り返りました。ところが夏と海の2人の世界からはどうしても海の母水木古川琴音さんの存在を切り離せないことに弥生は気づきます。奪い取ったみたいな気持ちにもなるし、水木さんのこと知らない自分だけが仲間外れみたいな疎外感もあるしと告白しました。3人でいるのだんだん辛くなったと涙をこぼします。別れたいとかじゃない、一緒にいたい、でもいると苦しい、でも頼られると嬉しいと葛藤を明かした弥生。3人でいたい、3人でいたいって言ってくれて嬉しいんだけど、嬉しいのにやっぱり私は月岡くんと2人でいたかったと本音を語り、弥生は海ちゃんのお母さんにはならない、月岡くんとは別れたいと夏に伝えた。これを受け夏も3人が無理ならどちらか選ばなきゃいけないなら
海ちゃんを選ぶと返答。弥生はうなずき、私も好きな人と離れても自分が納得できる人生と、辛い気持ちのまま二人のために生きる人生、どっちにするか考えて自分を選んだ。二人のことを選ばなかった。だから同じ。よかった、と微笑みました。弥生が帰ろうとすると、夏は腕をつかみ、送ってくと声をかける。夏は弥生と手をつなぎ、今日まではいい。駅まで送ったらそれで終わりにするから。それまで海ちゃんのことも忘れて、今日終わるまで、と語りかけました。ここはとても悲しいシーンでしたね。駅に着いてからもホームのベンチに腰掛け、手をつないだまま、他愛もない会話で笑い合う。夏は、俺やっぱり弥生さんのこと、と名残惜しそうに告げるが、弥生は夏の手を離すと、頑張れパパ、応援してる。ちょっとだけお母さんできたの本当に嬉しかった、と言い残し、電車に乗り込んでいった。夏はホームで、弥生は電車の中で号泣した。SNS では、辛すぎた二人の別れ、大きすぎる決断をした二人のシーン、涙なしでは見れなかった。ずっとずっと自分の気持ちを言えずに何度も耐えて、抑えて、初めて言えた本音が、二人でいたかった、なの辛い。まだ好きと伝えようとする夏くんと目を合わせてしまうと、覚悟が崩れてしまうから、最後に無理に笑って頑張ってと背中を押して別れる弥生さん。あまりにも辛くて苦しいという声が上がっていました。また女優の大竹しのぶさんが4日放送の NHK ラジオ第1大竹しのぶのスピーカーズコーナーに生出演しました。自身が出演しているフジテレビ月9ドラマ海の始まりについて言及しています。続けて、すごく大変なスケジュールで酷暑の中で本当にスタッフさん全員大変だったと思うんですけど、目黒くんが少し体調を崩しまして撮影がストップしたんですね、と8月にスタート社が発表した主演目黒さんの体調不良に言及。それが週刊誌に載りまして、今って週刊誌に載るとそこからまたネットに載って、また違うネットに載ってってなるじゃないですか。それが本当に嘘ばっかりだったんですよ、とネットに出回る情報に嘘が多いとため息をついた。目黒さんは週刊誌の報道でドラマスタッフとの険悪な関係について言及されていましたが、本人や大竹さんはそれを現在完全に否定している状況です。そんな中、親友ともいえるトラビスジャパンの松田元太さんはこの状況にどのような心境だったのでしょうか。トラビスジャパンの松田さんと目黒さんは仲良しすぎて、ラウールさんも嫉妬するほどとか、イケメン同士でなんだかほっこりしますね。松田さんと目黒さんは手をつなぐほど仲良しすぎるようで、そんな仲良しエピソードをまとめました。2024年7月1日フジテレビのポカポカで松田さんと目黒さんは共演し、仲良しっぷりを発揮していました。また2022年12月9日に NHK ザ少年クラブプレミアムでトラビスジャパンスノーマンが出演した時、目黒さんと松田さんは手をつないで舞台にいました。その様子はまさにファンがもだえるほどの様子でしたね。またお互いの呼び方も、松田さん、目黒さんをめめ、れんちゃんと呼ぶ、目黒さん、松田さんを元太、元ちゃんと呼ぶといった感じに。2024年7月にポカポカで共演した2人はお互いにめめ、元太と呼び合っていました。またプライベートで食事に行ったり、お互いの家に遊びに行ったりしていて、主に松田さんが目黒さんに相談をしたりするそうです。ちなみにお互いの家ではサッカーゲームをしているようです。そしてラウールさんも含めて3人は仲良しのようです。ラウールさんが目黒さんの髪を美容師のようにいじっていて、めめ、かわいいね、などと話していると、松田さんが登場し、ラウールさんが松田さんのことを津田くんと呼び制止しています。ちなみにラウールさんは松田さんのことを間を取って津田くんと呼んでいます。また2024年7月1日フジテレビのポカポカで松田さんと目黒さんは共演し、仲良しっぷりを発揮していました。入所して14から15年経っている2人が事務所に入る時のオーディション曲を一緒に仲良く踊っていました。松田元太さんと目黒蓮さんはジャニーズジュニア時代に出会い、共に活動する中で仲良くなったようです。
動機かと思われていますが、動機ではありません。そんな目黒さんと仲良しな松田さん、今回の一件でかなり目黒さんのことを案じているのではないでしょうか。裏で連絡などを取り合っているかもしれませんね。彼らの仲良しっぷりにこれからもほっこりしていきたいですね。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。